ドン・ウィンズローはアメリカ合衆国ニューヨーク出身の小説家。ジャンルはソフトボイルドタッチの探偵、犯罪ミステリー。幼少期には海軍歌手官であった父親に伴い一家で各地の中屯地を転々とする。自らシナリオを書いたり演じたりする演劇少年であったという。ネブラスカ大学ではより広い世界を見たいとジャーナリズムを専攻する。37歳で 本格的作家としてデビューする以前は、様々な職業を渡り歩いた。アフリカ史の学士号と軍事史の修士号を持ち、これらの研究に関わる政府関係の調査員にも従事していた。調査員として活動中に、大怪我をし、入院中の時間つぶしと、現実逃避のため事故の体験から構想した探偵、ニール・ケアリーの物語が、 1991年度、アメリカ探偵作家クラブ所持を長編証拠補作に挙げられ、突如ミステリー界に現れた記載としての評価を呼び、以降シリーズ化され、作家としてのキャリアを歩む。1999年以降しばらく筆が途絶えていたが、2005年に久々の大作ザ・パワー・オブ・ザ・ドッグが出版され、これまで日本でもすべての作品が翻訳出版されてきたが、 これを機に新たなファン層を増やすこととなった。ありがとうございます。